新茶各班、皆さんこんにちは。トイテンラセイナ、本内チュンターセノイベチューで、雨がたくさん降っている時に気をつけること。バタナ。1。雨の強さと災害。1時間に30ミリ以上の雨が降ると道が川のようになります。川のようになった道を歩くと転んで流されたりして危険です。1時間に50ミリ以上になると雨が滝のように降ります。マンホールから水が溢れたり、低い場所に水が溜まって地下鉄の駅や地下街に水が入ってきたりして危険です。1時間に80ミリ以上になると人が大勢亡くなるような大きな災害が起こりやすくなります。早く安全な場所に避難しましょう。言葉の練習をします。転んで、転んで、大勢、大勢、災害、災害、避難、避難。1、雨の強さと災害。1時間に30ミリ以上の雨が降ると道が川のようになります。川のようになった道を歩くと転んで流されたりして危険です。1時間に50ミリ以上になると雨が滝のように降ります。マンホールから水が溢れたり、低い場所に水が溜まって地下鉄の駅や地下街に水が入ってきたりして危険です。1時間に80ミリ以上になると人が大勢亡くなるような大きな災害が起こりやすくなります。早く安全な場所に避難しましょう。皆さん、今日も動画を見てくれてありがとうございました。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。